日本で放送された夏の大型歌謡特番に K-POP アイドルが多数出演するなど韓国エンタメの勢いが増す一方で、それとは逆に韓国の大手芸能事務所の株価は大幅な下落傾向にあるという。特に日本人メンバーを含む9人組多国籍ガールズグループ TWICE、TWICE、や全員日本人の9人組、20、20、8人組ボーイズグループ、ストレ d キッズ、ストレ k キ d s ラウレッコを要する JYP エンターテインメントは深刻で、1年前の最高値に比べると6割も下落したという。一体何が起きているのか。写真、幼い頃から絶対可愛い、反響を呼んだ、リオ・ミーヒの幼少期ショット。韓国の芸能事務所に詳しい音楽ライターがこう話す。韓国の四大芸能事務所に数えられるハイブ、SM エンターテインメント、JYP エンターテインメント、 YG エンターテインメント。この4社とも株価が下がっていますが、ジプは突出して悪化していて、年初来約45%減となっています。昨年11月、ジプの顔である j y パークことパクジニョン空が人気 YouTube チャンネルに出演し3年後、5年後のジプに投資してください、と呼びかけましたが、株価はさらに下落をたどり、投資家の間からは、パクジニョンを信じていたのに、 と悲嘆にくれる声が続出していました。申し訳なく思ったのか、パク・クーは今年1月に約6億円を投じて自社株を購入したが、株価は下落の一途で、昨年第4四半期と今年第1四半期の営業利益はそれぞれ379億ウォン、約44億円、336億ウォン、約39億円、と証券業界の予想を20%以上も下回ってしまった。 原因の一つは、1月にデビューした新人ガールズグループブチャ、ビーチャ、の不振です。米リパブリックレコードと協業し北米で開催したグローバルオーディションプロジェクト A2K から選ばれた北米出身のレクサス、KG、カミラ、サバンナ、ケイリー、ケンダルの計6人で結成されたガールズグループですが、早くも活動の先行きが危ぶまれています。プレデビュー曲 Y.O. ユニバースの YouTube ミュージックビデオの再生回数は現在1645万回と好調でしたが、今年1月リリースの初シングル、Girls of イヤー、y e a は同878万回、3月リリースの2枚目のシングル、Only One は同610万と低調傾向。Spotify の月間リスナー数も約38万人という現状では期待外れとしか言えません。前出の音楽ライター。 パク・ジミオン・クーは過去に K-POP3.0 時代を提唱した。国内育成の K-POP グループの海外進出が1.0時代、他国籍グループの結成が2.0時代、メンバー全員を海外出身者で構成し現地のエンタメ企業と協業するのが3.0時代という。